聞きどころは？タイトルに雪けども熱い、ゆかちゃん大興奮、しほりん迷うのが楽しい、そんなこんなで始まります。419回始まりました。はい、雪なのに暑いの？そうなんです、暑いんです。めっちゃ気になるけど、それは置いといて、ゆかちゃんさとみんに聞いてみたいこと。本屋さんどれくらいの頻度で行く？うん、2人は読書が好きだから結構行ってるかな。松尾は行ってると思います。駅前にあるので、駅前に出た時には必ず寄る、用がなくても寄る。まあ週1で駅前には必ず行くので、週1は必ず行くし、多い時には週2、3回、4回、あとは古本屋ブックオフとか行くので、まあまあ通ってますね。へえ、さとみんは？田中は月に1回くらいですかね。意外と少ない。もっと行ってそうなイメージ、あんまり行かないのかしら。あ、そっか。なんでこんなこと聞こうかと思ったかというと、私ね、ふと気づいたら半年以上本屋さん行ってなかったの。2、3年前までは駅前に大きな本屋さんがあったんだけど、なくなっちゃって、はい、商店街にあった昔ながらの本屋さんも気づいたらなくなってて、はい、ブックオフもなくなり、うん、最後に残された通っているホットヨガの近くにあった本屋さんも半年前に亡くなった。じゃあしほりんの行動エリアに今本屋さんがないんですね。そうなの。寂しい。松尾はありがたいことにフラッと行ってよく楽しんでます。新刊コーナーとかをフラフラしたり、入ってすぐの平積みになっているおすすめコーナー、はい、見るの楽しくない？楽しいですね。お店の人のポップとかが見るの楽しいです、うん、特に目的なく本屋さんに行くの好きだったんだけどな。昔は毎日のように行ってたのにな。寂しいけど、その分無駄遣いは減ったかな。それね。買うだけ買って読めてない本いっぱいあった。ある、後で読もうと思ってしばらく置いてあるやつね。飾りになってるの。まあネットで買えるんだけど、やっぱり近くに本屋さん欲しいな。では今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新。インプロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀銅。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。ドラマ大好き。このコーナーは私にわが大好きなドラマについて思う存分話すコーナーです。はい、前回の続きです。題して、アニメを見てドラマ化された時のキャストを予想しよう、クールドジ男子編パート2。はい、クールドジ男子、月曜深夜1時30分テレビ東京で放送中。あらすじは、クールで少し近寄りがたいけどかっこいい男子たち、しかし彼らは全員ドジだった。ドジさえ決まる男子たちの日常コメディといった内容です。はい、前回は5人のクールドジ男子の中で、市倉はやてくんと二見俊くんのキャスト予想を行いました。はい、そして今回は三間貴之くんと四季相馬くんの2人の予想をしちゃいます。はい、今日はね、3人が5人の中で誰がタイプって挙げた2人のキャスト予想だから、
前回よりもこだわりが出ちゃうかな。すっごい時間がかかりました。どうしよう、この組み合わせかなとかこうかなとか。今も一応決めたけどラインナップは出てますよぐらいな感じの状態です。大丈夫大丈夫だって。トータルのキャスト予想は次回やるから。そっか、今日は今のところの予想で。今のところでだって私も1人につき3人ぐらい候補がいる決めきれてません。では行きたいと思います。みま、たかゆきくん、27歳の会社員、無自覚、無痛タイプで、ドジをしても特に何にも感じない様子、仕事は真面目で妥協しない、ドジで社内を和ませることもしばしば、そのため社内の隠れ癒し担当になっている。多忙な日々を過ごしているので自分にとっての癒しを探し中といったキャラクターです。はい、さあ誰がいい？前回さとみんから言ったから、今日はゆかちゃんから。じゃあ松尾から。いろいろ悩んだんですけど、中島優斗くん、平成ジャンプの180センチ29歳。ハマりそうね。そうそうなんですよね。中島くんが本命。うん、一応本命かなっていう。他はあげとかなくていい？あとは流星涼、流星涼くんと、あと杉野陽介さん。お、高身長で選びましたね。な感じなんですけど、ゆうとくんの方がかなと思いつつ。そっか。ではお待たせしました、さとみんは。田中、ちょっと年齢上かもしれないんですけど、うん、中村智也さん。中村智也さん、なんかちょっとクールだけどぼんやりしてて抜けてる感じが合うかなって思って、はい、あげました。ふんふんふん、言われれば。さとみんは中村智也さん一択？一択です。私には岩田貴則さん。あー、ふんふん、ほわほわっとした感じ。あー、けど岩田貴則さん33歳なの。あ、そうなんですか。でも全然見えないですよね。でね、33歳の岩田貴則さん、ガンちゃんが OK なら、うん、私たち3人みんな大好き三浦翔平くん34歳もいけるかなって。あー、そうですよね、そうですね。前回の市倉はやてくんと二見俊くん、設定年齢よりも上目の俳優さんで予想したから、はい、翔平くんいけるかなって。うーん、いけそうですけどね。でね、年齢でぴったりハマったのが小関裕太くん。あー、バッチリ27歳、そして高身長。うん、そうですね。けどほわほわ感は岩田貴則さんかな。中島優斗くんもいい。そうですよね、多分仕事中のクールな感じとやっちゃったぜ感のバランスがいいかなって。中村智也さんは次回予想する小説家の五十嵐元春くんもハマりそうかなって。私もそう、それ思いました。ブワッと出てきました、あって。いやー、迷っちゃうね。はい、では次いきます。はい、四季相馬くん、19歳の専門学校生、童顔のため高校生に間違われがち、受け入れ前向きタイプで笑いのツボが浅く、自分のドジも自分で笑ってしまう。デザインを学んでおり、将来やりたいことがたくさんあるものの、自分には武器がないと悩み、なかなか行動に移せないでいるといったキャラクターです。もう私の予想は皆さんお分かりかと思うので、はい、にわから行かせてください。私の今年の推し、藤原大祐くん、年齢も19歳、ぴったしハマります。はい。今、木曜日の夜10時、フジテレビでやっている、忍者に結婚は難しいって演じている役も、うん、相馬くんっぽい、うん、まあまあ、思い出し笑いする感じがハマりそうです。はい。さあ、ゆかちゃんは誰にした？
松尾はなにわ男子の大西流星くん、うん、おー来ましたね。はい、もうこれ顔ですね、顔の感じ。わかるわかる、だって私もう一人挙げてるの大西流星くんだもん。あ、本当ですか、うん、はい、21歳166センチ。なんとなくバランス的にもいいしなっていう。絵と似てるよね。はい、大西流星くんをアニメにしたらこんな感じっていうくらい似てるね。髪に色染めてちょっとホワホワすれば、うん、まんまなんじゃないかなっていう。わ、うん、かるわかる、やった。さあさとみんどうする？いや私もなにわ男子だったんですけど、うん、私道枝俊介くんにして、あ、そう、わかる、私も可愛い感じが、うん、そうすごい粗末似てるかなと思って、わかる、私もちょっと道枝くんにも入った。でもミッチーは背が高いんだよね。まあ、そっか。バランス的に見るとっていうところで、うん、私ね道枝くんは颯くんでもいいかなって。私もそれも思います。なにわ男子で何気に全部埋まりそうだなとか思いながらそう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 、 そう私が思ったのは、この間までやってた友達ゲームみたいにジャニーズさん全面協力のドラマになる可能性もあるかなって。そしたら5人全員ジャニーズのメンバーになる。あ、泣く泣くない。だから全体の5人のキャストを予想するとき、普通のバージョンとジャニーズメンバーオンリーと2パターン考えちゃおっかなーなんて。そうですね、うん、今のねジャニーズ自体が幅広いというか、うん、でみんなが何らかのお芝居に携わってたりとかするので、うん、あるでしょうねっていう気はします。枠ごと買っちゃいそう。うん、さあ次回は5人目の五十嵐元春くんを含め最終的なキャスト予想を発表します。はい、いやーまた迷っちゃう。並べてみるとね、またさらにね。そう、そして今日聞いた2人の意見も踏まえるとね、でもみんな迷ってる悩んでると言いつつ楽しそうあ、もうこの悩みは楽しい悩みですよね。うん、次回はクールドジ編完結。はい、あと2週間楽しく迷いたいと思います。はい、以上ドラマ大好きのコーナーでした。キンキンゴー、キンちゃんです。ゆかちゃんね、北海道に行くんだって。まだまだ続くよ。松尾ゆかの何でもコーナー。このコーナー、松尾の好きなもの、ハマってるもの、娘のことなどなど自由気ままに話すコーナーです。声出そうになっちゃった。北海道？北海道のどこ？北海道の旭山動物園と、あとガリンコ号とかそういう流氷の上を走るお船出てるところが2カ所場所が違ってあるんですけど、多分どっちのも乗るのかなみたいな感じの予定にはなってるんですけど。いついつ？2月の下旬ですね。娘子さんの受験が終わったらだ。そうなんです、行ってきます。いいなー。もしかしたらキャンセル料がまだかからない期間なので、うん、ちょっとプラン変えるかもしれないんですけど、今思ってるパターンはもう全部ツアーになってるので、うん、夜ご飯とかもホテルでついてるし、うんうん、あとお昼とかももちろんついてるし、うん、その場所行くまでも全部バスとかで連れてってくれるタイプの、うん、要は楽チンコースなんですけど、ちょっと自由度が少ないので、うん、この合間に何々したいっていうのが主に移動に使われそうでできなさそうなんですよね。まあ夜は行けるのかなと思うけど、泊まるところが若干いいホテルなんですけれど、周りに何かあるのかなみたいな感じのようなところっぽいので、となると自由度を求めてプランを変えようかなとかも検討中でございます。検討中か、うらやましい。北海道に行くか沖縄に行くか、受験が終わったら行こうね、うんうん、っていう話をしてて、うん、で、まあ、沖縄だと料理がどうかなっていう娘の一言から、うん、じゃあ北海道にするって言って北海道にしました。沖縄料理私は好きだけど、ち
と独特だから苦手な人もいるよね。そうですね、個性がありますもんね。でもまあ沖縄の海は見たいなっていう気持ちはあるので、うん、暖かくていいよね。そう、いずれはとは思ってるんですけど、とりあえず娘御さんももう少し大人になったら沖縄料理の魅力がわかるようになるのかも。そうかもしれない、うん、なのでいろいろ今北海道って聞くたびに、あ、こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだっていう風にチェックしているところでございます。楽しい旅のご報告お待ちしてます。じゃあコーナー行く。そうですね、今回の何でもコーナーは劇団四季のアナと雪の女王、このお話をしたいと思います。行ってきたんだ。行ってきました。行くって言ってたもんね。はい、まあ、ちょっと前なんですけれど、うん、ちょっと前なだけに、あ、またもう一度行きたいなーってムラムラムラと出てきたの。ムラムラムラってなんで、何がそんなにおかしいんですか。なんだろう、ムクムクとムクムクムクと出てきたのでがいいのかな。ムラムラは男の人が使いそう。あー、そっか、じゃあ見たいなーっていう気持ちがニョキニョキって出てきたの。ニョキニョキって楽しそう。ごめんなさい、つぼっちゃった。まあ、要はひょっこりね、その思いが出てきたので、そういえば話してなかったっていう話したいモードからのテーマにさせていただきました。アナと雪の女王、映画ご覧になりました？絶対これね、言いながらしほりん絶対に見てないとかって言うんだろうなとか、どうですか？見てないです。やっぱりそう、だからしほりん見てなさそうだから説明するって思うけど、説明は必要ないんじゃないかなって思いまして、割愛します。さとみんは？あ、見てます。見てましたか？テレビでやった？テレビでやってます。パート2もやってますよね。あ、もうまあまあ何回かやってますよ。そう、まあ何回かやってるけど、でもいつもの流れからいくとしほりんは見てないはずって思いながら。あったりー、見てないです。でもね、これね、見てなくっても舞台しっかり一からお話が分かるように作ってるので、見てなくっても問題がない。むしろ舞台先に見ちゃうと舞台のインパクトが本当に強くて、うん、映画がちょっと寂しく感じるんじゃないかななんて舞台を見て思いました。舞台はやっぱり迫力がある。今回そのアナと雪の女王の舞台なんですけど、セットもすごいし、あとセットに絡めたプロジェクションマッピングも多用しているので、雪の表現とか風がその吹雪になってるっていう表現とか、舞台上の表現もすごい熱いというか、しっかりと本当表現されてるので、その中に自分もいるような気持ちになるんですよね。なので映画を見ちゃうとお家のテレビっていうせいもあるんでしょうけれど、吹雪感だとか氷の世界の静かな感じとかが舞台で経験した分ちょっと物足りないかなって思うくらい素晴らしいセットでした。暑い暑い、もう本当に。でまた主人公のエルサとアナのやり取りとかも直接見るからなのかな、すごい愛を感じるというか、いさかい合ってても本当に2人ともちゃんと相手のことが好きなんだなっていうのがすごく伝わる掛け合いのやり取りなんですよね。だからセリフというかその人物自体も熱いし、自分の気持ちの中にダイレクトに役者さんの気持ちが伝わってくるっていうのが、あ、これはすごいなっていう、本当にセットよし、役者さんの熱もすごいし、どのシーンもずっとドキドキしてるんですよね。次はどんなセットでどういう効果で来るんだろうとか、やり取りとかなんかにしても、あーっていうときめきがもう本当に強くて、今まで何本か見た劇団四季の物語の中では一番、あ、すごいなっていう、心にも体にも響いたのがこのアナと雪の女王。うーん、そうなんだ。松尾はね、多分好みとかももちろん出てくるんでしょうけれど、うん、もうとにかく本当に舞台に自分も巻き込まれてるというか、遠くで見てないっていう感じが、中に入り込んで見てるっていうのが強くて一押しですね。なのでまたこの気持ちを味わいたい、
雪の世界、この寒い中だけど寒いお話を見て気持ちをね熱く熱くしたいなって思う作品なので、ぜひ見てもらいたいなって思います。まあ、ちょっとチケット代がね、土日とかの人がいっぱい入ってくるピークの時期と平日とかのたくさん人が集まりづらいところ、レギュラーの日だと値段がちょっと違うんですね。ピークだと S 席 E 席だと 13,750円、レギュラーの平日とかのね日だと 12,650円、まあまあするんですよ。 A 席だと 11,000円、14,500円、 B 席は7000円台になりますね。子供料金も一応あって、だいたい約半額になるのかな、 A 席とか B 席だったら。 S 席の子供料金はないんですけれど、で7月から値段がちょっとアップするみたいなんですよね。そうなんだ。今予約はもうすごい本当1年先の予約になるんですけど、でもスケジュール表とかを見ていくとポツポツと空いているところがあるので、明日ね A 席が4席空いてる見てるんだ見てたか。見てました。本当に人気だね。他の席は全部埋まってる。そうなんですよ。だからポチ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 していって、空いてるところにシュッて。で、また間際だと前までなかった席が開放したりとかキャンセルとかも出るんですかね。なので間際に見ると意外とあったりしますので、ぜひ見てもらいたい。ハリーとアナとどっちからにすればいい？どっちも。あ、どっちかな。仕掛けとかそういう魔法、どっちも魔法なんだけれど、先にハリーポッターでもいいかもしれない。その後アナ雪。ロングランだもんね。そうですね、まだしばらく続くので。ハリーポッターもねロングランになってきてはいるけど、いつまで続くかっていうあれがわからない。でも今6月からの新キャストが続々発表されてるよね。うん、シホリンがニマニマしてるだって私の大好きな藤木直人さんがハリーポッターになる。おー、これは行かなきゃ。きっとかっこいいですよ。かっこいいよね。多分ね、お話の内容だとすごい似合いそうな気はしますね。ほう、藤木直人さんと思ったりしました。かっこいいよ生はかっこいいよなんて、ぜひ皆さん劇場へ見に行ってもらいたいななんて思っています。検討します。以上、松尾由香の何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。話だよね。お姉ちゃんが感情が高ぶって触れるといろんなものを凍りつかせてしまう。なのでお姉ちゃんはいろんなものに触れたくないし、人と関わって感情を揺さぶられるのが怖いので、ちっちゃな頃仲良しだった妹のアナとちょっと距離を置く。アナはお姉ちゃんのこと大好きで、ちっちゃな頃楽しかった思い出がいっぱい残ってるので、昔みたいになろうよっていう風にお姉ちゃんに寄っていく。そこからのいろんな物語が入り、エルサがアナにちょっと怪我をさせてしまい、そこでまたエルサが心を閉ざし、それをなんとかしたいと思うアナ。兄弟姉妹って身近なテーマだから感情移入しやすいのかもね。もちろん王子様的な役割の人とかもいますけど、本当に兄弟の物語っていうような感じなので受け入れやすいような気はしますね。特に私とサトミンは女兄弟2人だもんね、なんて思っているけど行こうかななかなかね、えいやっていう敷居がね、敷居もお金も高いの。高いですよね。誰かチケットくれないかな、うん、本当に抽選に申し込むとかね、探してみよう。では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀堂では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀堂オリジナルグッズをプレゼント、もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。
にしてもゆかちゃんいっぱい見に行っててすごい。まあそうですね、これに行きたいなと思うからこそ仕事をするじゃないですけど、そういうのがないと松尾は働けないタイプなのでそういうの大事。はい、さとみんはそれが呪術廻戦はい私はね今名古屋のレゴランドに行きたい。目標があるといいよね。張り合いがね出ますよね。にしても3人それぞれ好みがあるねそっかレゴランドか、実家に帰ったついでに行っちゃうなんて考えてる。え、今トトロとかジブリのなんかあれも愛知かなんかの方ですよね。うん、確かそう。旅行はえいやって決めないとね。そうですね、えいやってまたどこか決めますかね。でもさとみんはその前に2月のえいやを決めなきゃそうだ里帰りついでに呪術廻戦コラボの USJ に行っちゃう悪魔の誘いをまあ7月まであるけどね。はい、今日も悪魔のお誘い失敗はいではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。